この章ではノートン三シックスティの PC セキュリティの機能をご覧いただきます。PC セキュリティのカテゴリにマウスを合わせ、スキャンの実行をクリックします。スキャンの画面が開きました。スキャンにはクイックスキャン、総合スキャン、カスタムスキャンの三つのオプションがあります。 クイックスキャンを選んで実行すると、即時にスキャンが実行されます。ウイルスとその他のセキュリティリスクの標的になりやすく、ウイルスに感染した可能性のあるコンピュータの領域をスキャンします。スキャンする対象が絞られるため、素早くスキャンを実行することができます。総合スキャンでは、コンピュータ全体にわたってスキャンが行われます。 そしてディスクの最適化空き容量を調べバックアップまで実行しますカスタムスキャンを選んで実行すると行う項目を選んでスキャンすることができますライブアップデート PC セキュリティ PC チューンナップバックアップなどの項目からスキャンの対象とするものを選択して実行しますここでは、 クイックスキャンを実行ししてみましょう。ククイックスキャンを選んで、実行をクリックします。スキャンが開始されます。ウイルスとその他のセキュリティリスクの標的になりやすい場所を中心にスキャンが開始されます。しばらくするとスキャンが終了します。ここではご覧の結果が表示されました。 修復をクリックすると検出したリスクの内容を確認しその処理の方法を選ぶことができますリスクレベルをクリックするとリスクについての詳しい情報が表示されますリスク詳細にはリスクの種類依存関係コンピュータに対するこのリスクの影響が表示されますリスクの詳細ウィンドウでリスク名をクリックすると シマンテックセキュリティレスポンスのウェブサイトが開き、リスクについての詳しい情報が表示されます。状態列には、リスクの現在の状態が表示されます。処理列は、適用したい処理を選択します。推奨する処理には、アスタリスクがついています。処理は、修復、除外、無視から選択します。 修復はコンピュータからリスクを削除します除外は適切な除外リストにリスクを追加しますリスクは今後のスキャンに含まれません無視はこのリスクを無視しますそして行いたい処理を選んで OK をクリックし処理を適用します すべてを適用オプションを使うと、要対応ウィンドウのリストにあるすべてのリスクに対して選択した処理を適用できます。完了をクリックします。このように、Noton360 では、コンピュータのリスクをスキャンして検出し、処理を行うことができます。さらに、総合スキャンやカスタムスキャンでは、アップデートやチューンナップ、 バッックアップままで行いますなおノートン360の動作はアイドル状態の時にバックグラウンドで自動的に行われますただし特定のタイミングを指定して行うこともできますメインウィンドウ上部の「設定」をクリックします設定画面の「タスクスケジュール」をクリックしますタスクスケジュール画面が開きました スススケケジジュューールルタブををククリリックして開開ききまます。す。のト自動のほかに週ごと月ごと手動スケジュールから選べます自動かっこ推奨ではアイドル状態の時にいつでもコンピュータを検査してセキュリティとパフォーマンスの問題がないか調べます この設定で最大限の保護が得られます週ごとではコンピュータを週に1回以上検査してセキュリティとパフォーマンスの問題がないか調べますスキャンを実行する曜日と時刻を選択できます月ごとではコンピュータを月に1回検査してセキュリティとパフォーマンスの問題がないか調べますスキャンを実行する日と時刻を選択できます 手動スケジュールでは、コンピュータでセキュリティとパフォーマンスの提示スキャンを実行しません。手動でスキャンを実行します。ここでは、自動、括弧、推奨を選んでおきましょう。ウイルスは、さまざまな方法でパソコンに侵入しようとします。 代表的なものが電子メールです。電子メールの添付ファイルとしてウイルスが届きます。そのメールを開いたり、プレビュー表示しただけでウイルスに感染してしまうことがあります。しかし、ノートン360はメールの送受信を常に監視し、ウイルスに感染したメールを検出すると、受信する前に削除します。まず、ノートン360が メールの送受信を監視していることを確認しておきましょう。メインウィンドウの PC セキュリティをクリックします。PC セキュリティの詳細が表示されました。項目の一覧に、着信電子メールスキャンと発信電子メールスキャンにチェックがついています。受信する電子メールにウイルスが含まれていた場合だけでなく、 自分が発信する電子メールにウイルスが含まれていないかもチェックしてくれることがわかります。では、ウイルスが添付されたメールを受信したら、ノートン三シックスティがどのように処理を行うかをご紹介しましょう。ご覧の画面は Windows メールの画面です。ノートン三シックスティは送受信される電子メールを常に監視しています。 もし、ウイルスが添付されたメールを受信したら、自動的に削除します。処理は自動的に実行されますから、ユーザーに特別な操作を強いることがなく、安心して電子メールを使うことができます。こちらのメールには、Noton360 添付ファイルを削除しましたというテキストファイルが添付されています。 これはノートン三シックスティがウイルス感染ファイルを削除したことを知らせているものです。このファイルを開いてみましょう。すると、添付ファイルに含まれていたウイルスをノートン三シックスティが削除したことが書かれています。ウイルス感染のルートはメールだけではありません。C D R や U S B メモリなどの記憶メディアにウイルスが潜んでいることがあります。 その場合、メディアをパソコンに挿入しただけでもウイルスに感染してしまう恐れがあります。しかし、ノートン o n 360をインストールして監視しているパソコンなら安心です。万が一、ウイルスが潜んだ USB メモリをパソコンに挿入してしまっても、自動的にウイルス検索が行われ、感染を発見した場合は警告メッセージが表示されます。 さらに削除が行われ、メディアからの感染はこれで防御されました。確認してみましょう。メッセージに表示されているセキュリティ履歴をクリックします。解決したセキュリティリスクの一覧が表示されました。こちらに今行われた処理が表示されています。 検出したセキュリティリスクとその処理結果、日時が表示されています。このように検出したセキュリティリスクが削除され、解決されたことが示されています。